うつの原因になってしまったあなたの過去の生き方をにしがみついたままであれば、確かにお薬を飲んで症状を何とか抑えながら、ちょっと苦しいけども寛解という形で様子を見ましょうっていうふうになっちゃうわけですよ。で、それでもいいんです。それが悪いとは言わない。そういう生き方もいいんだけども、その先越えてもっと元気になりたい。ね、私はそうだったんです。その先越えてもっと元気になりたい。うん。その場合にはですね、この過去の生き方とか、あるいはこの具体的な症状ね、この親子関係の問題とか、パーソナリティの問題とか、環境の問題とかっていうふうに、うつの大元になったこの原因というのを変えていく。うん。そうすると、寛解ではなくて、違うステージ、違う生き方であなたが元気に生きられるようになります。ですから、こんにちは。心理栄養音楽療法の浜翔こと橋本翔太です。うつ抜け道場シリーズです。今日お話ししたいことはですね、うつっていうのは完治はないですよって病院で言われます。うつというのは寛解と言ってね、まあ症状が楽になったっていう状態がゴールなんですよっていうふうに言われるんですよ。で、多くの人が特にうつ症状を持っている渦中にいると、もう治んないんですか、昔みたいな元気な状態には戻れないんですか、私これずっと一生この苦しい状態、この状態がまあ薄くなるのはいいとしても、この状態にずっと悩みながら生きていかなきゃいけないんですかって言ってね、こうすごい絶望しちゃう人が多いです。で、私もそう思ってました。寛解って言葉が嫌でね、なんかもう一生治らない、一生この病気と付き合っていかなきゃいけないんだっていうね、気持ちがあって、うん、で、今日私がお話ししたのはこの寛解というのをどういうふうに捉えていくかということなんです。はい。で、まずね、皆さんね、うつが治るとかうつが良くなるというのをどういうふうに考えるかっていうのがまず大事で、もしも皆さんがうつが良くなる、うつが回復する、うつが完治するっていうイメージが昔のあなたのように戻るということを考えているのであれば、それは不可能です。それははっきり言います。例えばあなたが昔バリ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 仕事してね、頑張って頑張って頑張って、仕事もバリバリやってね、人生をね、どん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 進んでた、ところが会う時からうつになっちゃった、こういうパターンってよくあります。で、今あなたはうつ症状があって思うように動けないし、心も苦しいしね、早く治ってほしい、早く治って元気になりたいで、時々思い出すわけですよ、過去のこと。あの頃あんなに頑張れたのに、今俺全然ダメだ、私全然ダメだって、あの頃にいつ戻れるんだろう、あの頃みたいにもうなれないんだろうかって思うんですけれども、うん、いいですか、前もお話ししたんですが、うつ症状が今出てるっていうことは、もう心も体もその生き方に対して限界だってことなんですよ。そのサインなんです。で、それっていうのは、じゃあもう昔みたいに頑張れないんですか、昔みたいにバリバリ仕事ができないんですか、そういうことじゃなくて、バリバリ仕事もできるし頑張れるんだけども、そのモチベーションとか何のために頑張ってるのかっていう場所が変わらないといけないってことなんです。例えば私なんかは自分の無価値観を埋めるために、自分なんか生きてても仕方がないとか、自分っていうのは認められないと生きてる意味がないって感覚があったわけですよ。つまり私はこのままで生きていていいって感覚がなかったわけで、それを埋めるためにバリ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 仕事やって一生懸命頑張ってたわけですよ。ところがそれっていうのは心と体に無理を強いてるわけです。だってやりたいからやるってスタンスじゃないんですよ。やりたいからやる、でもそれは人から評価されたいからやりたいと思ってるっていう場所なわけ。こんな場所で頑張ってると結局自分の人生生きてるんじゃなくて、他人に評価されるための人生生きてるわけで、それまあそういうのも一つね、私が鬱になった原因なんだけども、特にね、人は男性も女性も30代後半ぐらいからメンタルに不調をきたす方がすごく多いです。30、40となってメンタルがおかしくなっちゃうというかね、不調になって、それこそうつの症状、ね、心療内科に通い始める方が多いです。なんでかっていうと、実は心も人の若さとか体力と連動していて、若い頃って無理ができるんですよ。で、若い頃ってね、心の回復力も早いし、抑圧の力も強いの。だから我慢しても
悲しいことや怒りや感じたくないことを我慢してもなんとか元気毎日送れるわけです。ところが30代後半ぐらいになって、半ば過ぎたぐらいになって体力がなくなってくるとね、そうするとこう、ね、抑圧してきた我慢とか心のことがうまく我慢できなくなってしまった結果、うつの症状が出てくるってことがすごく多いの。だからそもそもそういう生き方ね、価値観をまた繰り返したら明らかにあなたはまたうつに戻ります。これがリバウンドしちゃうタイプの一つの原因。ちょっと元気になったらまた昔みたいな生き方をするんですよ、同じ価値観のまま。それだとうまくいきません。だから例えば私の場合は、自分がやりたいからやる、人から評価されるためとかじゃなくて、自分がこれをやりたい、これをやってたら楽しいからやるっていう場所で頑張るね、仕事をバリバリするっていう風に今もう場所がもう私シフトしてるんですよ。その場所でやっていると、過去みたいに苦しい場所で実はやってないから、うつ的なことにならないわけ、うつ症状が出てこないわけです。これは私の例なんだけど、そんな風にして、とにかく皆さんがまた昔のように戻りたいと思ってたりとしたら、それは間違いで、うん、でも昔のように元気になれない、昔のように旅行に行ったり仕事をしたり友達と楽しく過ごしたいってことができないわけじゃなくて、そのモチベーションとか生き方の価値観ね、あ、認知ね、そういったものが変わった場所で、その新しい価値観や認知の場所ね、自分の心に素直になって、自分の感情感覚を聞くことが大事なんだけど、そういう場所で生きていこうとすれば昔のようなこともできるようになります。ただ昔と同じ価値観ものの考え方でうつが回復してからその場所に戻ったらまたうつになります、うん、何度も言うけども、うつになってるってことは心と体がサインを送ってるんです。その生き方じゃないよ、そっちじゃないよって言ってるわけ、うん、もう生き方変えよう、あなたの心の声に耳を澄まして自分の人生を生きるってことをしようよっていうようなことなわけ、うん、まあ、この辺はまた順を追って話していくからね、今はそんなもんなんだと思って聞いてください、はい、でそれをしてこなかった、無理をしてきたからストレスとかね、自律神経の乱れとかいろんな原因があって脳のね、機能ね、神経伝達物質などが乱れてしまって今うつ症状が出てるわけ、うつ症状ね、これ前回も登場してもらったけど、うつ症状ね、はい、出てるわけ。だからこのうつ症状が元気になって回復して消えてしまったとしても、当時のような価値観や考え方や生き方をしてしまったらまたこのうつ症状は現れます。だってこの古い考え方や生き方やスタンスがこのうつ症状の原因なんだもん。元気になったからといって同じことを繰り返したらまたこのうつ症状出てきますよ、うん、だからまず皆さんに考えてほしいのはね、寛解、うん、実際ね、寛解というのも実はそのね、昔のような価値観や生き方や習慣を手放せない状態でもある程度元気にはなるわけで、私はね、その状態が寛解なんじゃないかなっていうふうに感じてるんですよ。うつ症状の場合はね、もちろん統合失調症のようにずっとお薬と付き合っていかなきゃいけない病気もありますよ。うん、それとは別として、今そのうつの話をしてますね。うつ症状の話をしてます。うん、うつ症状はこういろんな原因があるってね、第1回目の動画でお話ししてますけれども、とにかくそのね、寛解というのは確かにね、昔の価値観とか考え方を持ったままでもある程度回復して生きていくことができるわけで、その状態であれば完全に元気じゃないけれども、まあ昔よりは動けるようになったっていう感じね。これはそういう意味では寛解だと思いますけれども、私の意見、私のスタンスとしては、皆さんが根本的にね、例えば食事とか、あるいは環境とか住環境とか生き方とか習慣とか価値観っていうものを変えてシフトさせたら、つまり新しい生き方ね、自分の心の声に従った生き方ができるようになれば、そこからはですね、本当に回復して元気になって、寛解、皆さんが考えているような、お医者さんが説明するような寛解ではない、より幸せでより元気な場所で生きられるようになります。ただ過去の
自分の生き方や価値観にしがみついていると、それは寛解を超えた回復、元気な状態にはなかなかなれないってことです。だから例えば私は後で説明しますけども、もう鬱が元気になった今と過去の食事が全然違うんです。全然違います。で、飲んでいるサプリメントもあります。これも後で次回動画で詳しく話すんだけども、例えば食事一つとってももう私全然違うんですよ。で、前と同じ食事をしてたらやっぱりね、こう、うつ症状が出てくるのは私分かってるんです、うん、だからそういう意味でも食事がそもそも違うわけです。それ以外にも物の考え方とか自分の感情の扱い方とか、そういう心理的な面も全然違うわけですよ、うん、人との付き合い方とかも違うわけです、うん、とはいえ、そのうつが元気になっていく中で、これはあんまり私はしない方がいいなとか、これはもっとした方がいいなってこともあるわけですよ。そういった知識も上手に取り入れて今生きてるので、すごく元気になってるんです。だからもしも皆さんがそうやってね、こう過去の生き方、昔の自分のように戻りたいってことに執着してるのであれば、せいぜい寛解レベルまでの回復ってこと、うん、だってそのうつの原因になった生き方とか物の考え方を手放してないからね、うん、だからまずね、寛解だから落ち込むとか、私回復できないんだ、もう私ずっとこのまま苦しいままなんだっていうふうに思っちゃう気持ち分かります。特にうつの闘病が長いとね、うつ症状がずっとあるとそういうふうになっちゃうんだけども、そういう気持ちになっちゃうんだけども、そこから抜け出して元気な自分として生きていくためにはですね、やっぱりね、過去のものを手放して解放していかなきゃいけないってことなんです。で、それこそね、食事も違うし、環境も違うし、物の考え方も違うし、人付き合いのスタンスも違うってことが大事になってくるわけです。古いものね、うつの原因になってしまったあなたの過去の生き方をにしがみついたままであれば、確かにお薬を飲んで症状を何とか抑えながら、ちょっと苦しいけども寛解という形で様子を見ましょうっていうふうになっちゃうわけですよ。で、それでもいいんです。それが悪いとは言わない、そういう生き方もいいんだけども、その先越えてもっと元気になりたいね、私はそうだったんです。その先越えてもっと元気になりたい、うん、その場合にはですね、この過去の生き方とか、あるいはこの具体的な症状ね、この親子関係の問題とか、パーソナリティの問題とか、環境の問題とかっていうふうに、うつの大元になったこの原因というのを変えていく、うん、そうすると寛解ではなくて、違うステージ、違う生き方であなたが元気に生きられるようになります。ですから寛解なんだ、ずっとこれもう一食水飲むのかな、なんかもう昔みたいに戻れないのかな、なんていうふうに落ち込まないでくださいね、うん、それがあなた次第です。そこからどうしていくかっていうのもね。で、別に薬を飲むことが悪いことではないんです。これもまた違う動画でお話ししたいと思うけれどもね、薬も大事なことはね、薬を飲んででも自分の人生生活をよりよく快適に、ね、日常生活をスムーズに進めていくために薬が活用できるのであれば、薬は使った方がいいと私は考えてますね。だから薬をやめることがゴールではなくて、とにかくその寛解という言葉を聞くと、なんかもうね、私本当元気になれないのかなって思うかもしれないんだけど、そうじゃないよってこと、それを今日この動画で伝えたかったので、それ皆さん頭に入れておいてください。皆さんの価値観、生き方、物の考え方が変わっていけばね、このうつの状態っていうのも寛解を超えて元気になれると私は信じてますし、実際私はそれを自分が身をもって体感しております。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。よろしかったらね、高評価ボタン、それからチャンネル登録お待ちしております。このシリーズね、どんどん上げていきますのでね。あと、動画はですね、1回だけじゃなくて、2回、3回と見るうちにふっと腑に落ちることがあるので、何度か見てみてください。それからこのうつ抜け道場シリーズだけではなくてね、他にも私の動画あります。その中に皆さんの回復のヒントがある可能性もあるので、ぜひご覧になってみてください。今日は以上になります。橋本翔太でした。